はいどうも、車カウチはワンソクチューブです。今回は私も乗っている BMW の新型2シリーズクーペ、こちらのですね、220i M スポーツに試乗させていただいています。取材に協力していただいているのは私も、購入した、BMW 和光上尾店さんですね。こちらでワンソクチューブを見たと、田中さんという営業マンに言うと何かいいことがあるかもしれません。結構お客さんワンソク見たっていう方がいらっしゃってるみたいですね。そして私が購入したのは M240i というねハイスペックモデルですが、そうじゃなくてもいいんじゃないっていうぐらい今回新型2シリーズクーペかっこよかったんで、改めて試乗させていただいております。それではエンジン始動してみましょう。ポチ。はい、こちらの 220i M スポーツはですね、直四ですね、ターボとなっています。こちらもね、ツインパワーターボとなっているということで、馬力はですね、135kW、184馬力、最大トルクが 300Nm と、0-100 加速が 7.7 秒となっています。それでは、このシフトノブを D レンジに入れて、アクセルペダルをポンと踏むと、走り始めることができます。クリープは D に入れただけでは発生しないと。いう形で、トヨタとはちょっと違う、パターンになっています。そして、オートホールドはですね、メモリ機能ついていますので、生涯一度押しておけばですね、ずっとエンジンを切ってもホールドがメモリされていると。これはまあ輸入車、大体どこもそうなんですけれども、こちらの BMW もそうということで、これ便利ですね。それでは今回は、一人で行ってきていいということなんで、こちらの 220i M スポーツ、お借りして走り始めます。おー、なるほど。こちらの試乗車はですね、ファストトラックパッケージという、まあ、アダプティブサスペンションとかですね、19インチのホイールとか、ブルーのキャリパーとかがついていない、まあ、標準に近い M スポーツなんですけども、確かに私が遅めの1ヶ月点検を2ヶ月目ぐらいでやったんですが、そこまで乗ってきた M240i と比べてもですね、確かに路面からの当たりは、まあ、ホイールがね、1インチ、インチダウンしてるっていうのもありですね。若干やっぱマイルドな感じはありますね。ああ、でも、全然いいですよ。うん。軽快感ある。ああ、そしてステアウィールもいいな。こちらアダプティブサスペンションついてないモデルとなってますが、いや、走りいいな。そっか、こっちは純粋な FR なんですよ。220i の方は。で、私が乗っている M240i は X ドライブなので、まあ、まっすぐ走ってる時とかですね、巡航してる時は FR ベースなんですが、X ドライブなので、コーナーとかですね、加速をしてる時には、前輪にもトルクが配分されるという、まあ、BMW の X ドライブという形になっています。で、X ドライブはですね、トルクスプリット機能がちゃんとあるということで、まあ、例えばコーナーの外側、の、後輪とか前輪とかだけ、回転数を高めたりとかっていう、LSD のような働きもするということで旋回性能とかもやっぱりいいというのは私も、M240i 乗ってて思うんですが、こちらの 220i の方は純粋な FR ということで、それはそれで楽しさがある。うん、絶対的な加速感とかですね、巡航時とか高速とかの安定感とかは、まあ、X ドライブの方がいいんでしょうけども、ステアの素直さで、ステアフィールとかもやっぱちょっと若干こっちの方が軽めなんですよ。 M240i は標準状態でも結構重い、まあ19インチ履いてるっていう影響もあると思うんですが、結構重い感じはあるんですが、220i はちょい軽ですね。でもやっぱ BMW なんで、スカスカとかそういうことではなく、もうしっとりしてる。うん、めちゃくちゃしっとりしてる。で、ちょっと切ってもちゃんとノーズ変わる。だからこうやってやると、ジグザグしちゃう。中立に俯瞰帯がある車だと、こうやって切っても、このぐらい切ってもですね、まっすぐ進んでいく車っていうのは、まあ、結構あるんですけども、やっぱさすがこの辺はね、BM ですね。そして、私もね、ようやく、今年からね、BMW オーナーになりましたので、この辺の iDrive7 の使い方とかもようやく分かってきたということで、これむちゃくちゃ多機能。むちゃくちゃ多機能すぎて使いこなすの大変つうぐらい多機能なんですが、ナビの画面も、もちろんこのように、
全画面表示もできるし、拡大縮小とかはですね、この手元のコマンダーコントロールでできますし、縮尺が違うナビを2つ並べたりすることもできるという、めちゃくちゃね、多機能すぎて使いこなすのが大変なぐらい、もういろんなことができる、車になっています。で、内外装編はね、すでにお届けしていると思いますが、まあ、この、220i でも十分じゃねっていうぐらい、やっぱ内装の質感いいっすね。ニーパッドもついてるし、あ、ヘッドアップディスプレイがついてないんだ。この辺はなんかテクノロジーパッケージとか別のオプションかもしれないんですが、ドアの、内側が光るアンビエントライト、ドア開けてるときは赤く光るね、カーテシの代わりになるライトも、トリコロールではないけど一応光るようになってるし、いや、いいじゃん。なんか、この辺の作りがなんか若干違うような気がするな。気のせいかな。ちょっと後で自分の車と見比べてみますが。いや、ステアフィールいいなぁ。いいよ。おー、いいよ。FR、純粋な FR。楽しい。で、ブレーキタッチもめっちゃしっとり効くし、かなりガツンと効く。だから、昨今ね、結構メルセデスとかマツダとかは、割と効き始めの初期制動弱めで踏み増ししていくと、制動が立ち上がるっていうね、制動曲線が割とリニア、まっすぐに近いものになっていく傾向があるんで、他のメーカーの車のブレーキから乗り換えるとですね、おっとっとちょっと止まんないなって思うような、ブレーキタッチのメーカーも増えてきてはいるんですが、BM はもう初期制動からがっつり効く。だからちょっと踏みすぎちゃうとカックン気味にはなるぐらいめっちゃ効くんで安心感はありますし、かといって初期制動が強すぎるわけではないので、踏み始めの時は、かなりマイルドに効くけど、踏み増ししていくとがっつり効くという感じで、いやー、このブレーキタッチとペダルの剛性感はめちゃくちゃ理想に近いですね。やっぱ走る曲がる止まるっていうところの車と人間との対話みたいなところ、こう手とか足とかこう筋肉から伝わっていく動きの延長線上に車があるみたいな、操る時にこう伝達する齟齬が少なさっていうのは、ほんと BMW はよくできてるっていうか、かなり理想に近いものがあるかなと思います。で、アイドリングストップから今復帰しましたが、めちゃくちゃ静かでしょう。これ別にマイルドハイブリッドついてないですからね。ほぼわかんないですね、セルが回ってる音。いや、最近の BMW いいんですよ。そりゃ買うわって感じになってくるんですよね。アウディ、メルセデス、ボルボとか、いろいろ買ってきた私ですけども、最近はやっぱ、BMW 押したくなるような感じはありますよね。で、ブレーキホールドもメモリーされてるんで、今ブレーキペダルから足を離しています。で、再始動もめちゃくちゃ静かという感じですね。いやー、トルクあるなー。ステアウィールめっちゃ気持ちいい。いやー、これですよ。これがね、500万円ぐらいからということで、まあ、オプションとかいろいろつけていくと、まあ、M スポーツだと、もうちょっと結構650万ぐらいになっちゃうのかな。220i でも。ちょっと見積もりは別途いただいているので、頑張ってまとまればですね、動画の公開と合わせて、見積もりのブログもリンク貼っておきたいと思いますが、間に合わなかったら後日アップするので、チャンネル登録をしておいていただいてですね、ベルのマークをオンにしておいていただいて、コミュニティというタブで私ブログの更新情報とかは、配信しているので、見積もりとかはブログで見た方が見やすいと思うんで、主にコミュニティタブで、YouTube のね、コミュニティっていうところで、ブログの記事とかは配信しているので、そっちで見ていただけると、まあ、こちらの2シリーズとかのね、見積もり記事も、上がると思いますんで、ぜひチャンネル登録して、ベルのマークオンにしてコミュニティのタブチェックしてみてください。そしてね、いいところだけかと
いうところなんですが、まあ欠点も、まあもちろんあります。それはですね、私が乗っている M240i も同様なんですが、BMW ではですね、おー、コーナー、すごいなぁ。ちょっと話逸れちゃいましたが、いや、やっぱ、ピタッと決まる。うん、やっぱ、重心も低いですし、FR だし、ボディワイが振られるようなことなく気持ちいいですね。で、ネガティブな部分としてはですね、M240i も同様に、アダプティブクルーズコントロールはもちろん全車速追従対応、そしてレーンのはみ出し抑制はあるんですが、まあ、昨今当たり前についているレーンキープアシスト、白線の中央を維持して走ってくれる機能がないと。これ結構痛恨なんですよね。なんで、まあ、この前ね、ゴールデンウィークで、NX でですね、2150キロほど走ってきましたが、ああいうよ、まあ、2000キロ走んないまでもですね、片道300キロとかを超えるような旅行とかに行く場合はですね、やっぱレーンキープあった方が疲労度が全然違いますんで、あと安全性も増しますから、人間の注意力っていうのは、100% の注意力を 100% の時間で360度を、維持するのは無理なので、そこはやっぱり機械のサポートを借りてですね、補助すると。まあ、保険みたいなもんですよね。命綱みたいなもんです。今まで一回も落っこったことない飛び職の人が、じゃあ命綱を外してずっと作業をしていくかって言ったらそういうことではなくてですね、今まで事故を起こさなかったから俺は大丈夫だって思ってる人の方が危ないんで、基本的に事故は一回起こしたら終わりなんで、それを起こしてるか起こしてないかだけの差なので、いつか自分も事故を起こすかもしれないと、そのための備えとして、安全装備とか運転支援があるわけで、まあ、できればね、だからやっぱレーンキープアシストも、1シリーズ、2シリーズにもついててほしいなと思うところですね。まあ、ただ、はみ出し抑制機能だけはあるので、はみ出しそうになったらピーピーピーって言って、ステアリングが振動したりとかする機能がついているので、その辺はね、まあ、ご安心いただければと思います。そして、今、市街地を走ってますが、いや、乗り心地もむちゃくちゃいいし、やっぱ19インチより、この標準の18インチの方が、やっぱ路面からの当たりはマイルドですし、まあ、下ろしたてってほどでもないのか、これ1798キロ走ってるんで、2000キロぐらい弱、1800キロ走ってるんで、まあ、鳴らしもそろそろ終わる頃だと思うんで、私のやつまだ300キロ、今日400キロ弱ぐらいしか走ってないんで、まだ足回りちょっと硬いんですが、まあ、それが馴染んできてるのもあるのかもしれないんですが、乗り心地はむちゃくちゃいい。で、路面からの、反力、接地感、ロードインフォメーションっていうのはしっかり感じるんですけど、不快な突き上げとかはかなり抑制されているので、この辺はね、結構標準の18インチでノーマルサス、アダプティブサスペンションついてませんが、まあ、これでもいいんじゃないって思えるぐらい乗り心地と騒音性に関してはいいですね。で、トルクとかももう十分すぎますね。うん。300ニュートンメーターの最大トルクを、まあ、かなり低い回転数で発揮してるんだと思います。今もう街中走ってるんですが、1500回転。回さないぐらいで全然足りちゃってるんですよ。どんだけトルクあるんだっていう感じですし、組み合わされてる8速 AT、 これもまた素晴らしいんですよね。結構ロックアップの比率が高いのか、すごいダイレクト感のある、オートマチック AT なので、これはね、いつも BMW 乗るたびに DCT じゃないのって思うぐらいダイレクト感あるんですが、まあ、こちらの2シリーズクーペも、まあ、その8速 AT がいい仕事をしていると。で、今、シフトアップしてってますが、すげえ変速のタイミング早。こっちの4気筒モデルでも、1500回転でポンポンポンとシフトアップしてくんで、ディーゼルエンジンかよって思うぐらいトルクがあるし、高回転まで回さなくても、足りちゃってると。いうことで、これはいいわ。M240i 乗っててなんですけど、220i でも十分上質だし、なんならちょっとこっちの方が乗り心地いいし、ステアの手応えとかですね、ま、
加速感とかっていう意味ではもちろん 240i の方がいいんですけど、街中での扱いやすさとかですね、 FR ならではのこのステアの軽快さとかですね、軽さみたいなのがやっぱこっちのがあるんですよ。エンジンが軽いからだと思うんですけど、それがまた実によく馴染むぞジョジョって感じでですね、いい塩梅ですね。いやめちゃくちゃいい、いやステアフィールいいな。ちょっとね踏めるところがあったらスポーツモードにして踏んでみたいと思います。多分この直四エンジンでも加速自体は悪くないんだと思います。ちょっと例のやつ試してみましょうか。 OK BMW。 本道がご用件をどうぞ。 BMW 和光上尾店に行きたい。 BMW 和光上尾店を選択しました。おっと、なんだよ、揺れてんのに見つからんのかい。 OK BMW。 こんにちは、BMW 上尾店。こんな感じでですね、人工知能が搭載されているので、ボイスコントロールでですね目的地設定ぐらいはやってくれると。まあ、ただですね結構、ちゃんと目的地の名前が一言一句合ってないと、まあ、さっきみたいにですね、出ない時もあるので、まあ、その辺はね、使いこなしが必要かもしれないです。その辺はね結構やっぱトヨタレクサスのエージェント機能とかの方が、まあ、賢かったりとかもするんですが、まあ、でも十分いいですね。賢いです。そして、こちらのねアイコックピット7というね、デジタルメーターもついてますが、ルート案内中はですねこのルートの、まあ、簡易的なそのここに地図が表示されるんですけど、あくまで簡易的なんですよね。ランドマークとかコンビニとかですね、そういうのは出ないので、本当にただ道のね線が出てるだけなんで非常に簡易的なんですが、ただですねルート案内中はやっぱそのどこを曲がるとかが分かりやすく表示できてるんで、そういうところはね、このやっぱメーター内に地図が表示できてるメリットっていうのはあると思います。そしてですね、M240i のオーナーからして、こちらの 220i がどう違うかっていうところなんですが、静かですね。エキゾーストの音とかはやっぱ 240i の方がですね聞かせるエキゾーストになってるんで、ガオンっていうねエンジン始動の音とかですね、まあ踏んでった時の音とかは結構あえて演出がされている感じになっているので、まあそういうところの絶対的な静粛性っていうのはこちらはそんなに聞かせる音っていうよりは静かな方に振ってあると思いますんで、まあそういうそのまあ、マフラーというかエンジンのエキゾーストに関しては、まあ、こちらの 220i の方が静かと。で、ロードノイズに関しても多分、扁平率の違いもあると思いますが、こちらの 220i の方が静かな気がするというところで、全体的にやっぱコンフォートですよね。だから街乗りとかが快適だなって、やっぱ 240i から乗り換えて思ったところなので、この18インチは結構、合ってるかもしれないですね。見た目的にはやっぱ19入ってファストトラックパッケージつけて青いキャリパーつけた方がかっこいいっちゃかっこいいですけど、これはこれで全然ありだなって思っちゃいました。乗り心地はかなり良いです。ただですねアイドリングストップからの復帰で静かなんですけど、やっぱ直四だからかですね、ちょっと、シリンダーの位置とかにもよると思うんですけど、再始動の時にちょっとブルンと横揺れする時はありますね。その辺はやっぱ直六の方が振動面っていう意味では有利なのかもしれないですね。 M240i の方が振動は横揺れとかはないんですよね。
本当だから押し村くんはレーンキープアシストがついてたらもう超絶おすすめですね。だったんですけどついてないというところで、まあ別にレーンキープアシストなくてもいいよ、走り楽しみたいよっていう人にとってはめちゃくちゃおすすめじゃないかなと思います。で価格も、まあ、550万円とかそのぐらいだったかと思うんで、まあオプションとか込みだとやっぱ600万円とか超えてきちゃうと思うんですが、まあ、そうなるとですね Z とかスープラとかと、まあ、被ってくる価格帯になるので、まあ、どうするかっていうところなんですけども、こちら 4.5 メーター超えてるんですよね。でそれに対して Z もスープラも 4.3 メーター台なんですよ。だそういうとこ考えると意外と Z とかスープラの方が小さそうに見えるんですが、実は、まあ、2シリーズクーペの方がなんか10センチ以上長いということなんですね。まあ、その辺をどう取るかっていうところですよね。あとはリセールとか、まあ、そういうところ含めると、まあ、Z とかはなんか値上がりしそうな雰囲気もありますし、スープラも多分悪くはないんでしょうから、まあ、そういうところはね、2シリーズクーペとかは、まあ、多少そういったライバルに対してリセールの部分では不利な部分もあるかと思いますが、走りとかはねめちゃくちゃいいですし、インフォテイメントの先進性とか、あとね Z はやっぱサイドブレーキだったりとかですね、まあ、その分 MT が用意されていたりというところの良さもありますが、まあ、街乗りとかで普通に使うんであればこの2シリーズクーペの 220i は非常に良いなと思いました。いやワインディングがめちゃくちゃ楽しい。街中のねこういったちょっとしたくねくね道とかもやっぱ FR ならではの楽しさはありますね。はい、じゃあねちょっともうゴール近いんですが、ちょっと踏める、バイパス来ましたのでスポーツモードにして床まで踏んでみましょう。ドン。おお十分速いやん。おほほほほ、おもろ。いや十分速いし、やっぱ FR が FR で楽しいっすね。で上まで回した時よりもどっちかっていうと中間加速をした時の低回転の時のトルクの方がグイッと出る感じはありますね。はい、といった感じで、試乗も終了と。和光 BMW 上尾店さんに、到着ですね。試乗ありがとうございました。といった感じで、BMW220i M スポーツ試乗してみましたけれども、いかがだったでしょうか。いや M240i オーナーからしても 220i は街乗りはかなり楽しかった。そして踏んでも楽しいと、 FR ならではの楽しさもある車になってますので、気になっている方はねお近くの BMW のお店に足を運んで見積もり試乗、ぜひ試乗をしてみてください。街乗りのね普段使いでも楽しくなる車になってましたね。で和光 BMW 上尾店さんの田中さんというねセールスさんに腕速チューブを見たというと何かいいことあるかもしれませんので、ぜひねアポ取って来店してみてはいかがでしょうか。車でも何でもね欲しいと思った時が買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバー腕速チューブ、次回もお楽しみに。